いただきます。ちょっと暑いやろうけども、ケンチです。今日もお家でキャンプ風昼ご飯っていうことで、まあ皆さん分かる通り味噌ラーメンあります。そう、今日の昼ご飯は味噌ラーメンをいただこうという、お家でキャンプ風味噌ラーメンを食べようと。で、今回はこのメスティンを使って味噌ラーメンを作ろうじゃないかということです。ラーメンを作るにはこの火が大事ということでね、火エスビットのアルコールバーナー、これで温めてラーメンを作ります。では作っていきます。お家で作る場合は必ず火元には気をつけてください。よいしょ。で、今回このエスビットのごとくの上に乗せて作っていくと。うん、よーし、オッケー。この状態で置いておきます。ちょっと飲もう。そう簡単にお湯は沸かないんで。うん、ではいただきます。あー、うめ。さあちょっと切っていこうかな。切るのはとりあえずキノコ切る。キノコ全部、まあ全部入れへんけども、これ半分だけ入れようかな。よっしゃ、よし。よいしょ。うん、あ、美味しそう。もう、まあ、作る順番はもう、もう作る順番は大体適当だ適当だ。先にもうだしを入れとこう。だしを、唐辛子、七味唐辛子があるんだよね、これね、スパイス。先も入れとこう。よいしょ。昔からあるよね、この味噌ラーメン。もう七味も入れとこうも。ほら、体あってくれよ。うん。ああ。次はウインナー。いや、ちょっと粗挽きウインナー、ちょっと2本ほど、うん、斜め半分、斜め45度。 OK。 おお、いい感じ。これだけでいいんじゃないこれだけでいいわその間つまみがないんで、まあできる間ちょっとつまみが欲しいんで、香り東国のスモークチーズ、これね、こっちとこっちとあるけども、いきなりこう下の方から開ける。お、いいね。あ、うまっ。うん、うまい、うまっ。うん、これちょっと炙ってみようかな。これ横からちょっと出てるから、これ炙ってみよう。あまり炙りすぎたらあかんか。うん、あ、表面がちょっとぬるい
いやでもなんちゃってなんで、本来ならこういうのは外でするんですよ、外でね。でも換気はちゃんとしてくださいよ、換気はね、もちろん外でするんですけども、まあなんちゃってキャンプ風っていうことで、外は寒い、今さっき雪降ってました。で風も強いんで、そこなんですよ、風が強いっていうのがやっぱり最大の弱点なんですよね、火を焚くっていうことに対して。ああ、うめえ。まあ言い訳ですけど、まあ風を、風対策すればっていうこともまああるでしょうけども、まあなんちゃってでいきましょう今日は。いやもうそろそろかな、そろそろかな。うん、結構横から、横からもうウワーって火が出てきます、ウワーって。見えるでしょ、この辺、この辺なんかいい感じの色ですね。よし、ほらこれを、この麺をそのままこのメスティンのところにゴボッと入れたいんですけども、半分しか浸からないんで、もうこういう場合は半分に割ります。半分に割るんで、こう割っちゃダメですよ、こう割ってくださいね、こうね。でこれガバッと割ったら、ここでガバッとね、あの割ったらね、粉がいっぱい飛び散るんで、袋の中に入れた状態で、よし、こう、この状態、この状態で入れます。お、ちょっとぐずってきた、結構ぐずってきたんで、落ちた落ちた、うん、もういい感じ、いい感じ。うおうおう、ちょっと火が強いから、あのこの火が強いんで、ちょっと火が強いので半分ぐらい、火を半分ぐらいにして沸かしていきます。その間ちょっとチーズを食べよう。うん、うまっ、贅沢だよね、昼間からビールっすよ。いやー、まだかな、まだかな。あ、うまっ。うん、これ卵とか入れたらいいんでしょうけども、まあそれはまた後日。うん、よいしょ、半分半分で、やべやべ落ちそう。おお、いい感じ、いい感じ。うん、だんだんメインが揃ってきたぞ。やっぱり味噌には、味噌にはチーズが合うんだよ、わかります？チーズがすごく合うんだよね、うん、ちゃんと出てるな。すごくチーズが合うということで、先ほど言った通り、このトッピング、スーパーマン、トッピングスーパーマンです、なんちゃってね。これだよ、これ、これ。とろけるチーズ、とろけるチーズ、これでとろけさせよう。わ、これ、おー、もうちょっと出なさいよ。うん、おお、わかりますか、とろとろっとして、とろっと。もうでもね、まもなくできそうなんで、であとはこのネギを入れる、このネギをたっぷり、いや、うん、いいね、いいね。どうすか、これが昼ワンっすよ。最高っしょ。うわー、うまそう、うまそう。ちょうどね、今ぐらいがちょうど美味しいんだよね。このとろびがちょうどいい、とろびが。あー、チーズもいい感じで溶けてきた。ではちょっといただきましょうかね、いただきましょうかね。まずこの、このエリンギいただきます、エリンギ。うん、うまっ、やべ、
うん、糖質ゼロ、糖質ゼロといえど飲みすぎに注意ね。うん、よし、あ、うまい、うまい、いただきます。ちょっと熱いやろうけども、うん、やべ、うまっ、こチーズがたまらん、めっちゃうまい、うん、ちょっとここはソーセージ、うん、ああ、やべやべ、うん、いやいいよね、うん、あ、外でやりたいな。うん、よいしょ。ああ、まあこういうねプチ贅沢は最近ハマったんですよ。最近ハマって、まあ撮影以外でもね。まあ、こういうふうにこうちょこっと作って食べるんですけども、こう見てる方は絶対これを見てねしたいなと思うと確信してます。うん、いや、いい感じのアルデンテが今あのなくなってきた。あこ、ちょっとネギ追加、うん、いやネギ、ネギ追加、全部全のせ、うん、あうまいっすね。やっぱりね、味噌ラーメンにネギとチーズ、もうこれだけでいい。うん、札幌一番ってでもね本当に昔からあったんですよ。で味自体は絶対変わってるはずです、昔からと比べてね。ウインナー、うん、エリンギが重いのか進む、あー、うわ、ちょっとこのスモークチーズ入れちゃおう。あのスモークチーズとこの、ウインナー、ウインナーとよく似てる。よく似てません？これとこれね、よく似てるわ。うん。この温まった燻製チーズをいただこう。あ、簡単に箸でムニュムニュムニュってなってる。あ、うまっ。うん。いや、これ温めたらあかんわ。あの燻製の味が飛んでなくなってる。うん、いや、うまいわ。
今ちょうどねこの下見たらとろ火が出てるでしょ。普通に家でラーメン皿でラーメン食べて最後の方っていうかもう中盤ぐらいから熱くないわけなんですよね。このとろ火で温めながら食べる、熱いものがずっと最後まで熱いっていう、もうこれがすごくね贅沢なんですよね。うん、うめ、じゃあ最後もうないわな。あ、もうない。ああええ感じや、ええ塩梅。うん、ちょうどエリンギとネギとラーメンのハーモニー。うん、エリンギをみじん切りじゃないけど細かく切ったらラーメン風になるかもしれん。すごい、チーズとエリンギとネギとラーメン、このハーモニー面白い。チーズは味は柔らかいけども口の中で冷めてきて硬くなってガムみたいになるんだよね。ちょっとこのスモークサーモン、いやスモークサーモンじゃん、スモークチーズだ、スモークチーズ残り一つ。うん、うん、うわうまっ、うわうまかった。うん、ここでスープが飲みやすい、ここが熱くないんですよ、こういうやつっていうのは。だからいいですね、スープいただく。ああ、たまに流れ込んでくるネギがうまい。スープを飲みながらもうもぐもぐするっていうのもなかなかいいですよね。いやー、めっちゃうまかったっす。すきっぱらからね、やっぱりこういうラーメン、胃に染みるよね。この味が染みるよね。まあこういう、なんていうんですかね、やっぱりね、日中に、休日で日中に、こういうプチ贅沢。めっちゃ贅沢じゃないじゃないですか、こんなパッと見てね。ラーメン食べたら、ただラーメン食べてビール飲んで、チーズ食べたら動画なんですよ。でもね、そうじゃないんですね。この日の当たるところでこういう風にちょっとなんかいつもと違う空間、場所でね、今これ全然食卓でも何でもない違う場所なんですけどもね、そういう違う場所でのびのびとね、微笑みながらテレビ見ることもなく、パソコン、スマホをいじることもなくね、ケニちゃん今撮りながら食べてますけども、もう無になってね、ニヤニヤ食べてくださいよ。本当にいいですよ。ということで今回はもうこの日中一人でメスティンを使ってもうもぐもぐとねお酒を飲みながら微笑みながらねニヤニヤしながら食べた動画でした。ケニチチャンネルもね今後こういう食べ動画バンバン出していこうかなと思ってますので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。で、ツイッターとフェイスブックの方にも、ちょこちょこね、毎日の日常の動画を出してますんで、よろしければ、いいね、フォロー、お願いします。で、毎週日曜日、晩の8時から、生放送してます。これはガチで生放送ですよ。皆さん、そこで一緒に参加していただいて、で、コメント書けますね、コメント。コメント書いていただけばね、本当にできるだけ、ケニチと、母ちゃんと、ケニチだけ、まあ、どっちか、あると思いますけども、二人で出るときは母ちゃんがほぼ呼んでくれます。で、ケンチだけの場合はね、もうあんまりね、もう寄ってくるとね、全然もう今もほとんどロレスも回ってない感じなんで、もうあんまりこう呼めないことも多いんですけども、
いや、できるだけ読まさせていただきますんでね、毎週日曜日の晩の8時から生放送しますんで、ぜひお待ちしてますということで、今回はこれで終了させていただきます。もうあと残りのビールこれ飲んで終了。あー、うまかー。バイバイ、ケンイチでした。センチュリーとは言うか。おー、すげー、いいですね。ほら今からハーパーを入れます。